中川久清は江戸時代前期の大名、文国二岡藩の第三代藩主。官位は十五位下山城守。日本人離れした顔が描かれた肖像画が残されている。第二代藩主中川久森の長男として京都伏見にて誕生した。母は九州松平定勝の娘となっているが、実際は愛中衛門の女。 幼名は月差し丸。その後、伏見で、村井五平、吉田史郎左衛門を養育係として育てられる。女王二年、父の死去により後を継いだ。反省を確立するため、過労制度や、武行制度を制定し、さらに検知やキリシタン摘発を目指しての絵踏みを行った。また、岡山藩から熊沢万山を招聘して、植林政策や豪村制度の強化を行った。 このようにして、反省を確立すると、漢文6年5月29日に老齢を理由に、長男久常に家督を譲って隠居した。しかし隠居しても、なお、実権を掌握し続けたと言われている。久住連山の一つ大船山を愛し、足が不自由だったため、神馬庵と呼ばれる蔵を屈強の男性に担がせて、何度も登山した。天元年11月初旬、江戸から、 帰国途中に発病し、11月20日に、丘にて死去した。去年67、邦法は、法岩尾院。墓所は、自身が愛した大船山中腹線300メートルを超える大地上にあり、入山公墓と呼ばれる。反省の確立と教育の普及に努めた名君であり、丘藩中高の英主と言われている。大分県武田市壁雲寺所蔵が AB 中川、 5年府2008年7月武田市教育委員会。ありがとうございます。